次は契約トラブルに関するものを紹介します。この手口はアダルトサイトを見ていて動画再生ボタンを押したら急に会員登録された、高額な利用料や登録解除料を請求されたというもので、以前からある手口ですが未だに多く相談が寄せられます。アダルトサイトの場合、なかなか周囲に相談しにくいとは思いますが、一旦料金を払ってしまうと取り返すことは難しくなります。画面上で契約に関する重要事項の内容が示されないまま登録された場合、利用者が同意していなければ契約が成立したとは見なされませんので、安易にお金を支払うことがないよう注意してください。また問い合わせ先に連絡してしまった場合、名前や住所を聞かれたり、脅し口調や不安を煽る言葉でお金を請求されるかもしれませんので、焦って自分から連絡をしないようにしてください。次はサポート詐欺と呼ばれるものについて紹介します。この手口ではパソコンを使ってインターネットをしていると、画面上に突然ウイルスに感染した、駆除しないとパソコン内の情報が盗まれるといった表示がされます。実際はウイルス感染していないのですが、利用者は焦ってしまい表示されている電話番号に電話をかけてしまいます。その結果個人情報を相手に伝えてしまったり、遠隔操作プログラムを実行させられ、対処料金名目のお金を請求されるというものです。この事例に遭遇した場合、まずはウイルス感染のメッセージが偽物である可能性を疑い、ウイルス対策ソフトによる検索を実施してください。ウイルスが検知されなければ感染が嘘の表示だとわかるはずですので、ウイルス対策ソフトは確実に導入し常に最新の状態にしておきましょう。決して表示された電話番号に安易に電話をしないよう注意してください。次にコンピュータウイルスの一つであるランサムウェアについて紹介します。ランサムウェアのランサムとは身代金という意味であり、別名身代金要求型ウイルスとも呼ばれています。このウイルスの特徴ですが、まず利用者のパソコンやスマートフォンなどの端末を何らかの方法でランサムウェアに感染させ、端末をロックして全く使えないようにしたり、端末の中のデータを改変暗号化して中身が見られなくなるような動作をします。そして画面上にデバイスをロックした、データを暗号化したなどと表示させた上で、元に戻してほしければ金を払えなどと金銭を要求してきます。要求する金銭は犯人の追跡を困難にするため、ウェブマネーや仮想通貨で支払わせることがほとんどですが、支払った後にロックが解除される保証はありません。ランサムウェアに決まった感染源はなく、スパムメールや改ざんされたサイトから不正なサイトに誘導されて感染したり、フリーソフトをダウンロードして実行する際に感染するものもあります。感染を防止するためには、まず不審なプログラムを実行しないことです。必要なソフトであれば公式サイトからダウンロードしましょう。また不審なメールの添付ファイルを開封したり、本文中の URL にアクセスすることも危険です。ランサムウェアに感染しないようウイルス対策ソフトは確実に導入し常に最新の状態にしておきましょう。また定期的にデータをバックアップしておきましょう。